ワンピー側チャンピオンジェフリー、 2P 側チャレンジャーパイ、この試合どう見ますか？そうですね、2P 側のプレイヤーですがかなりの試合数をこなしてますが、癖のある戦い方なのかもしれません。なるほど。距離を取る。どうした？いざ。またヒットした。ダッキングロー。ジェフリー一気に畳みかける。ディゲンズイ、これは空振りか。ここで KO。 まずは1本終わりましたが、 1P 側のプレイヤーですがコンボも決まって攻撃力が高いとでも言いましょうか。そうですか。この後気を抜かずにとにかく攻め続けるしかないです。なるほど。ここからどうする？手堅いな。おっ、これは抜けられなかった。カウンターヒット。陣形カウンター。連携具きっちりまとめた。ノリノリですね。ここで KO。 セットカウントは1対1。はい、1本取って追いついた。この勢いでもう1本取りたいところ。第3ラウンドスタート。距離を取る。さあどうする？いざ。畳みかける。ナイスコンボ。カメラダッキング KO。 セットカウントは2対1。ジェフリー一気に余裕ができたか。いや、一気に畳みかけたいところですね。第4ラウンドスタート。後ろに下がった。一旦離れる。両者手が出ないか。畳みかける。距離を取った。甘いわ。追い打ち。距離を置いて。カウンターゲーム。勝負あり。セットカウントは2対2。はい、1本取って追いついた。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。第5ラウンドスタート。ミドルキック、避けて。スプラッシュ。重ねていく。引き離す。この試合どうでしたか？気持ちが伝わってくる試合でした。ジェフリー勝利しました。 Try training next time.